こんにちは、サックス奏者の小松武弘です。いつもご視聴いただいてありがとうございます。今日はですね、超初心者向けというか、技術的な話じゃなくて、絶対に習った方がいいんじゃないかという、別に、もちろんこういう動画始めたのは僕レッスンに来てほしいなっていうのもあるんですけども、こういう僕の動画見て、近くのサックス教室でも、皆さんどちらで見てるかわからないですけど、外国で見てることはないから日本語で喋ってるんでね、あれですけど、とにかく独学は、独学っていうのはこれまた面白いんですけどね。例えばもうこれ楽器は長く習ってやっちゃってるんでわからないですけど、何かをするときに自分で全てを発見しながらやっていくっていうのは、これは確実に趣味としては楽しいんで、一つ面白いと思うんですけど、楽器の場合はもちろん本とかね、今インターネットで僕みたいな人がいろいろ喋ったりなんかしたり、分かりやすく言ってくれる人もいるんですけど、楽器をマスターすることも大事なんですけど、楽器を持って人と演奏したり、例えばジャズだったらジャムセッションに行ったり、やっぱそういうことも、楽器を上手くなるっていうのも一つの趣味ですけど、やっぱりこの楽器を持って人と交流したり、違う仲間と演奏しに行ったりするって、これがね、また面白いっていうか、音楽の魅力っていうのはやっぱり、せっかく楽器やったらそういうとこをぜひね、拙い、でもある程度技術がないともちろんできないんですけど、だけどそのために技術得るためにも、音楽それなりにそのためにもやっぱりこういうものの技術を手に入れるのにあんまり苦労というか時間がかかっちゃうとね、そういう行くまでに時間かかっちゃって、楽器だけとことん上手くなるっていうのは、一つの趣味なんで否定はしないんですけど、やっぱりせっかくやるからにはこれ持ってね、知らない人とジャズっていう共通で一つスタンダード一緒にやってみたいな場所僕結構広がると思うんですけどね。だからそのためにもっていうか、独学は否定しないです。否定しないけども、もちろん僕の動画でいろんなことを言って、肝心なことはあんまり言わないんですけど、レッスン来てほしいから。だけど、それで、ヒントにしてやっていくっていうのも一つの楽しみだと思います。これはもう間違いないと思います。だけども、せっかくならば、近所のお近くのサックス教室に行って、ぜひちょっとやっぱり、いろは習ってもらって、それなりにやっぱ吹けるようになって、また出ていけば仲間もできるだろうし、先生が合う合わないっていうのは後の話ですけど、そういう中でいろんな先生、僕自分で遠足聞きに行ってこの人に習ってみたいとか、そういう風な道も開けるだろうし、とにかくそういうところに早く行くためには、やっぱり最初はもう基本的なこと、楽器の組み立て方とか、最低限の構え方とか、最低限の吹き方とか、っていうのは習った方が、僕はいいと思う。で、習ってからちょっと違うなと思って、別の先生行くなり、そこからある程度行ったら自分で独学するのも、それはいいかなと思います。だけど最初の第一歩目っていうのは、シンプルなことですけども、なるべくだったらマンツーマンでちゃんと手ほどきを受ける、できれば同じ楽器をやっぱ目の前で吹いてもらった時の音っていうのは、今結構マイクいいマイクで、頑張ればそれなりの音で取れるんですけど、やっぱり生である響きっていうのは全く違うものであったりするので、ぜひそういうふうにマンツーマンで最初はレッスンを受けることをもう本当強くお勧めします。できれば僕の来てほしいですけど、それはさておき、ぜひ皆さんお近くのサックス教室に足を運んでみてください。それではまたの機会に。